テーブルはニトリで購入しました。サイドテーブルの上に載せているのは iPad と Amazon で購入したハート型の自撮りライトと、あとこちらは無印良品のアロマストーンです。アロマはエッセンシャルオイルユーカリを使っています。こちらも無印です。こちらは愛犬のチワワのベッドです。こちらは高難でベッドを購入して、ニトリの枕の上にニトリの枕カバーを乗せています。ベッドカバーと枕カバーはニトリです。フェアリーライトはアマゾンで購入しました。こちらのプリザーブドフラワーはお母さんの手作りです。次はカーテンの紹介です。カーテンはこれはニトリで購入しました。こちらは別のところで購入してチューリップ柄のレースカーテンです。カーテンにかけているこちらのものはバンコクで購入しました。デスク周りの紹介です。机と椅子はニトリで購入しました。机の上に載せているものがまずかわいいのピアノ、これはアマゾンで購入しました。ジェラートピケです。あと100均のミラーに自分でデコレーションしたもの とアイマスクも手作りです。これはラティスの巾着を置いています。とコクーミストのペンケースとプラザで購入した2020年のスケジュール帳 とスマホカバーは自分でデザインしています。自分でデザインしたものをたまにホワイトトイボックスというインスタのアカウント名で販売しています。これは最近作ったものている。こちらのコットンレースの布はチューリップ柄で、ステイホーム中なので何か近々作ろうと思っています。ハートのミラーはラティスで、その
ます。こちらはアクセサリーボックスです。ほとんどラティスで購入したものです。アクセサリーボックスはニトリで購入しました。こちらのハートのケース2つともラティスです。ハートのサングラスです。ハートのサングラスの上に自分でパールビーズをデコレーションしました。飾っているものはステイホーム中でまだ一緒にお出かけできていない洋服を飾っています。こちらはナイスクラップのズボンとワンピースと、あとザラのワンピースと、あとチェキもまだ使っていません。チェキは自分でカバーをデコレーションしてカバーをつけています。ギターは最近おじいちゃんに貸してもらって飾っています。最後はクローゼットを紹介します。私のお洋服ほぼ全部です。あとディズニーのカチューシャを飾っています。